お姉ちゃんに電話して番号聞くわ。姉ちゃんの声は絶対入れたくない。もしもし、言うんだけどさ、ねえねえ、お父さんの携帯番号教えてくんない？ちょっと LINE で送ってほしいんだよね。いや、なんか今ちょっと立山帰ってきてて。いや、違う、さっきお母さんに、俺今配信してて、そのまま今から帰るんだけど。そう。で、お父さんのさ、通ってた82あるじゃん、富浦の。あそこ潰れてんだね。マジで？今お父さんどこのパチンコ行ってんの？あ、そうなんだ。なんかちょっと地元帰ってきてお父さんの声聞きたくなっちゃってさ、携帯番号知らなくて。うん、送って。お母さんに会った。うん、はい、じゃあね。いつの話してんだろうって言ってた。エイト2なんて10年前に潰れてるよ、ジューン。よっちゃんみたいな喋り方してた。クソ気持ち悪い声してたわ。いつの話してんの、何やってんのって。カブト、あ、カブトコウジだわ。あいつの名前カブトコウジで登録しよう。親族だと思われたくねえから、カブトコウジと。ちょっと何やってんの。カブトコウジの 声聞こう。カブトコウジ。ね、お父さんさ、本当にうちのお父さんね、一番世に出しちゃいけない人間だから、ちょっと音は加藤純一のリアクションのみでお届けします。もしもし、お父さん、お父さん、お父さん、純だけどさ、今立山帰ってきてんだよね。立山帰ってきてんだよね。そんで、エイト2が潰れちゃってたからさ、お父さん、あれかなと思って。何？じゃあ、エイト2行ってたじゃん、昔。で、エイト2が潰れてたからさ、なんか、お父さん、がっかりしちゃってんじゃねえかなと思って。俺が？うん。パチンコやめたのよ。え、そうなの？何やってんの今。え？スキップだよ。なんでそれ。あの、スキップに大きいあれがあったの。あ、そうなんだ。じゃ、なんか今あの立山にちょっとあの、じゃ、 お母さんの顔見たくてパッて帰ってきてさ、で、もう今から、で、今、お母さんにはあったんだけどさ、じゃあお父さんの携帯番号がわかんなくて、お父さんの顔もちらっと見て帰ろうかなと思ったんだけど、番号がわかんなくて、今お姉ちゃんに聞いて、そんでかけたんだよ。で、また今月中に帰ってくるわ。うん。検便中よ。また帰ってくるよ。うん、バーにな。うん、また帰ってくるから。今一人だよ。また連絡するわ。じゃあ、うん。なんでよ。またこん、うん、お母さんとは本当に10分ぐらいちょろっと会って、立山の踊屋のところで。チラッと会いたくなっただけなんだよ、本当に。本当にそれだけの理由なんだよ。で、また帰って、じゃ、あの、レンタカー借りて車で帰ってきたの。そう。珍しいでしょ。そう。なんでだよ。なんで。まあでもいろいろちょっとあったんだよ、理由が。
また今月中に帰るから。うん、ありがとうね。じゃあね。はい、じゃあね。すげえな。ザキヤマよりいいリアクションすんだ。あーにーって言ってた。俺は今スキップっていう大きいパチンコ屋に行ってるんだよーって言ってた。マスオさんだな。マスオさんで登録しておこう。わお父さんの声久々に聞いたわ。すげえな、なんかテンション上がるわ。いやでもすげえわ、息子の異変に気づいてた。なんかおかしいな、純今なって言ってた今。いつもの俺じゃねえこと分かってたんだろうな。純なんかおかしいな今お前はな。さすがだ、親ってすげえな。じゃあなんかね、あの別に隠してわけじゃなくて、お父さんに配信っていうのを説明するのがマジでめんどくさいの。マジでめんどくさいから今別に黙っただけで、これちゃんと後日説明するから。いやお父さん実はあの時そうやってなんかやってたんだけど、お父さんはちょっとあまりにも説明するのが難しいからちょっともう忘れてくれって。難しいんだよ親父、うちの親父にその文明を説明するのは理解できねえの。でもなんかそのおかしいっていうのは分かってた。なんかお前のテンションがおかしいなー。誰かといると思ったんだろうな。女といると思ったんじゃね。貸せる。このパソコン関係はもう全部ゴロちゃんにしっかり任せてもらって。あいつ友達連れてくんなよ。見られたくねえよ、ね、この前やってるところとか。あ違った、ごめん。変なブスと、ブスの、しかも友達って男かよ。お前男連れてくんなよ。おい気まじいだろお前。やめてくれよこれ。どういう関係なの、どういう、俺どういう顔して。ちょっと待って、ちょっと待って、よっこいしょっと。久しぶり。お前これこうやって持ってて。ねえ、なんでこの男といるのになんか俺気まずくなる人。男性でしょ。違う、女性。あ、マジでした。俺男だと思ってた、ごめんね。いいね、いいですよね。さあ行くぞ、ゴロちゃん。なんか掛け声はお前に任せて、任せるわ。カモノハシ。誰それ。チャドバス。チャドバス。モコでいいじゃん。嫌だ。なんでモコの嫌なとこ教えて。え？モコの声が嫌だ。あいつ締めようぜ二人で。生意気だから。二人でモコ締めに行かね。それいい。暴力ではやっぱ解決してこないんだ。声が嫌なんだ。いや俺ジャイアンのモノマネ点数つけてもらってたよな、1日1回。静香ちゃん、静香ちゃんもできたっけ。たけしさんってやつでしょ。じゃあのび太さん、たけしさんだろー。これどう、のび太くんのモノマネどう、似てる。お前に似ているって言われて俺は幸せだよ。なんかデート見てて恥ずかしいな。お前がなんかコメント 2,3 拾うかなと思ったけど全然拾わねえの。でも見えないんだって。おめ、ちょっとあれなんだろう、緊張してんだろう、だから見えないふりしてる。いや、脇の匂いはいいよ。何でよ、もうこれは良くない。210円。え、なんで5000円って言ったの。210円。ちょっと高い。
お前なんでテンパってんだよ。1000円でいいや。ごめんね。10円ないの。え、90円もいらないんですよ。あ、10円あるよ、10円あるよ。はい、帰った。ありがとう、モルちゃん。つけといて、ちゃんと。うん、いや、いくら使ったかちゃんとつけとく。今ので1000円で聞こえてる。あ、今1000円だったよ。あ、じゃあ210円で危ない。危ない。やった。210円だ。はい、コメント拾ってよ。都合のいいコメント拾うな。なんでこんなに車線があるんだよ、高速道路で。俺これ間違ってないか、大丈夫か。あー、これ絶対間違った、みんなごめん。さよなら東京、ありがとう今まで。あー、東海、あー、まあいいや。これち、え、これ合ってる、これわかんねえよ、どっちだよ。さよなら東京。これどっち、右合ってんのかよ。ちょ、わかんねえ、教えてよナビ、合ってんの。俺ナビのことナビって名前つけたんだ、みんな。この旅はまだまだ続くわ。ごめん、多分俺道間違えたんじゃね、これ。これ絶対違うよな。あ、お疲れ様でした。今日ですね、次回は運転できる人2人をちょっと反省が1個あって、多分ちょっと1人だと厳しいっていうのが分かったんで、ちょっとドライバーを2人で行こうかなというふうに思います。この人運転の前の、ここ10年で運転したの 3,4 回です。いやでも楽しかったわ、無事に。これで送ってからいいよ、待って、次まででもいいの、送ってくるじゃん。ゴールド免許は維持してるんですけど、ゴールド免許は維持してるんだけど、ちょっと能力的にかなり少ない部分があるので、これを反省してまた機会があったら第2回、ドライビングは55開催しますので、ぜひよろしくお願いします。これからちょっとガソリン入れて返却して行こうかなと思います。それでは皆さん、ドライブは55か。名古屋行ったら確実に、だら一回名古屋走りしまったら、あの都庁の前でどうしてもあそこ左に曲がりたくて、ああいうの反省材料として10時間分のタイムシフト見て、あれやばかったよね。
よ。もうだからさ、片道2車線にしない？それでは皆さん、お疲れ様でした。